足元に気ぃつけな、バカ誰が。おい、ちょっと三角押したら動かない、なんかバグったんじゃないこれ。ちょっとバグっちゃった。くれ本当に転んだ。大丈夫？いいじゃん、心地よく寝れてよ。うちの猫もありがとう。また楽器見つけたら持ってくるね。あやっちゃった、やっちゃったよ。ちょっと助けて、ちょ助けて、取れないんだよこれ。なかなか取れないんだよこれ。あー取れた。さあこの人は延々と曲を弾いてる。お、間違った。これ金、あ待って、これさ1283、はっはっはっは、よう覚えてたな俺。もう一回新しい曲持ってきました。曲をありがとう、練習するよ。もっと持っている？持ってるよ。読めない楽譜。読みづらいけどトライしてみよう。お願いします。いいじゃん。あ、ちょ。いいね。陽気な音楽で好きかもしれん。ありがとうございました。まだ弾くのか。楽譜がね、8種類あるって書いてたけど。なんだ、あのペンキ落とした人のとこ、ドア開いたから。どうだ？なんか一生懸命吹いてたよね。ここは酒場でしょ？おい！お前。にゃろ。お、待って。行きますか？開けてください。開いた。やった。やったぜ。失礼するぜ。ぶっ壊れてないか、このピアノ。直すごうとするか。何があるかな、ここには。上行ける。登れるけどな、なんかあるだな。楽！いただきました。写真もあるけどな。待ってね。え、エリオットに会いに来たの？彼ならあそこにいるよ。いびきかいてら。あそこっていうのは？この階段登った先かな？この爪とぎり何の意味があるんだろうな。思い出す。この木は科学の脅威です。注目すべきは人間の工夫です。人間は太陽光がない世界でも木を育てる方法を見つけたのです。オーガニックライフには街の空気を浄化する木が必要です。ロボットには必要がないのですが、彼らは育て続けています。人間たちがやりたかったことです。来たこれ。はい。
これまた外行ける。いた。はい、どうしましたか。え、そうさ、この辺の人はみんなそのマークを知ってるよ。アウトサイダーのマークさ。彼らはこのエリアの上、何か見せた方がいいのか分からんな。ほら、ほら、ほら、どうだ。何か情報をくれよ俺に。こんなことされて嫌だったら。なんかありそうだけどな。何もないのか。なんかアイテム見せないとダメなんだろうな。ちょっとわからんね。とりあえずしたら外に出るか。どこだっけ、ここか。ワン。ああ、ここに戻ってくるね。さっきのあのペンキ落としたのどこだ。どこでペンキ落として怒ってたんだっけ。なんだこいつ。とにかく編み物が大好きなの。マフラーは770キロも編んでてやりがいが感じるわ。電気ケーブル持ってきてくれればポンチも編んであげるわ。あなたに似合うと思うの。電気ケーブルね、あるんだけど交換なんだよな。大変だなそれな。見つけたいけど。こっち行くと戻るのか。多分そうだよな。俺こっちから来たもんな。うるせえな音。あ、でもここ行ってない。思い出す、あるわ。RIP リップ。この辺に最初に住み始めたのは人間でした。今は全員死んでしまったようですが。死ぬってどういう感覚なんでしょうね。私がこんな質問するなんておかしいですが、みんな今頃は平和な世界にいるのでしょうか。私も死んだら平和な世界に行けるのでしょうか。 AI の死がどういうものか分かりませんが、ごめんなさい、嫌な雰囲気になってしまいましたね。先へ急ぎましょう。悲しいこと言わないでほしいよな。飲み物くれ。お、やった、エナジードリンク交換できるやつじゃんこれ。こういう感じで出てくるんだ。まさかの自販機で出てくるとは。なかなか悲しいこと言うな。人間はみんな死んじゃったのか。よいしょ。足元に気ぃつけな、バカ誰が。何やってんだ。あ、いたいたいた、拭いてる拭いてる。おっと待って、翻訳。おお、楽譜を探しています。ギターで雰囲気のある演奏します。お持ちの方は私のところまで持ってきてください。ここだね、ここ。大丈夫かい。大変だったね。また店の先の掃除をする羽目になったよ。もういたずらやめろ悪ガキめ。すごい顔怒ってる。まったくだ、失礼するよ悪ガキの、悪ガキのせいだな。ここに何があるんでしょうか。何か得られそうだ。おっ、いただけ。電気コードもらえるんじゃないこれ。そんぐらいかな。やったぜ。ちょっとそろそろ交換しに行くか。あとはないな。じゃあな。あ
ぶん殴られそうだな、こいつ見せたら。すげえ怒ってるから。交換交換。確かこっち右行ったところだよね。交換お願いします。電気ケーブルと交換できなかったっけ？持ってる持ってる。ほら。はい、どうぞ。これで編み物をしてもらえるな。で、楽譜もエネルギードリンク1巻だよね。エナジードリンク、スピード。これでいいのか。オッケー。あとこれだけか。3巻ね。あと3つか。まあいいや、とりあえず。電気ケーブルで編み物を編んでもらおう。うるさい、怖い。どこだ、どこ行けばいいんだ。なんか、こっちの方じゃなかったっけ。あ、いた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 。あるよ。ありがとう、すぐに編み始めるわ。電気ケーブルじゃないだろ、それ。おお、ポンチョ！お似合い。え？お似合い？ポンチョした俺。ポンチョ装備した？見せよう。これは暖かそうです。冷たいロボットにぴったりです。あー、なるほど。寒がっているロボットさんがどこかにいるってこと？なかなか大変ですね。それどこにいるんだろう。来たよ、自販機。エナドリくれよ。来た。やったー。三つ目だ。三つ目じゃねえや。二つ目だけど一個使ったから、あと二個必要なんだな。楽譜が、ここだったっけな。これ自販機、あ、自販機見ていかないと。全部自販機いけるんだ。光ってるやつは。なんだかんだ、あと一個じゃん。あ、いた！楽譜。ほい。無題。この曲には音符がぴったり44個あるね。お願いします。よくわからんな。ちょっと今、ひどくないか、ちょっとその楽譜。僕ちょっと好きじゃないです、それ。ほい。今宵の君の計算方法。これはいい曲だ。いきます。おお、いいかも。なんか聞いたことあるな。ノリノリです僕も。いやーもうだいぶ、おお、よく怖く殴られる殴られる。上に行きます。おおい、お前ちっちゃくて変なやつ。でもお前のことは聞いている。お前を可愛がると強制されている気分だ。でも俺はしない。なぜなら理由がわからんからだ。やるよこれ。くっそ、お前、なんかすごい顔してるな、今思ったけど。こんな顔してんのね。寒そうなやつ？こいつ寒いのかな？寒い？ほら。寒くはないんだね。あ、なんか向こう行きたいな。あ、なんかてか向こう。向こうに行きたい。向こうに行けないかな。
これ行った俺。これ行ってないんじゃない？ほら。ポチッとな。すげえ。それだけか。ニュース。なんかなんない？わからんな。テレキャット。実績の解除だけか、これ。実績の解除だけだな。テレキャットってなったわ。あとは何もなさそうなんで、向こう、ここに行きましょう。ここ入れるよね。失礼。来たー！これ多分最後のノートだろう。この BGM が全てを物語ってる。すげえな、本。失礼します。やあ、ドッグ。私があなたの安全のためにキーを見つけたよ。これを持ってより一層気をつけてね。お、どんなに本があってもあなたの安全を埋めることはできない。何に使うんだ。ここで使うのか？違うか。やべ。どこで使うんだこれ。おお、なんだわ。自分の AI を人間のようにクリエイティブに発達させる方法第42号。死んでる？やばくない？この人。もう動かないじゃん、絶対。あれ？寝ちゃった。寝ちゃった。いや、違うのよ。これ寝る、あれじゃないでしょ、どう考えても。このロボットさん死んでません？ん？楽譜！寝てんの？これ。いや、死んでんの？ちょっとわかんねえな。鍵取ったけど、どうすんだろう？あるじゃん、金庫。これだろう。ああ、見つけた。ついに最後のノートです。オッケー。ザークが具体的に何々か解明することができるはずだ。最初は爆発してしまった。実際の環境でテストする必要があるようだ。この本にメモがあります。トランシーバーの設計にミスがあった。しかし修正方法は判明している。これが方程式だ。お、モモがトランシーバーを直すと役立つのではないでしょうか。やっと見つけた。あとはドリンクを見つけたい、個人的には。自販機ね。あと、これだ、見つけた。よし。やば、全部全部もう、あ、でも楽譜が全部ないのか。楽譜多分全部集めてないな。まあいいか。とりあえずアイテム交換しよう。あとポンチョとかいろいろだな。これこれ、はい。イエーイ。これは住人たちの初期モデルです。個性はなく自動掃除ロボットとして稼働していました。いつしか彼らは人間の真似をするようになりました。これは良かったことだと思います。
人間たちのことを恋しく思っているようです。彼らは絶滅しましたが、本当の意味では絶滅していないと思うのです。みんないいロボットです。交換するものはない。よーし、全部交換したな。これでシーフク。おあ、なんかちょっと三角押したら動かない。なんかバグったんじゃないこれ。ちょっとバグっちゃった。あー、よかったよかった。メロメロじゃん、俺に。何やってんだろうな。転ばないのか。階段とかでやったら転びそうだけど。くれ！本当に転んだ。大丈夫？モモのところに行くか？じゃあモモのところをもうどうやって行くか忘れちゃった。どうやって行ったっけ？なんかここら辺から行ったような気もしなくもないんだけど。あ、ここだ。あ、来た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 。はい。来たわ。間違った。来た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 。ノートあるよ。彼はすごい電気関連のオタクだってよ。いつも世紀の大発見をしようなくない。それは、なんていうの、ノート。彼の言うことはほとんど理解できなかったけれど、彼がとても賢いことはわかるんだ。待って、仲間のノートすべて見つけたの？あれ？何そのノート。トランシーバーが直せるのをやったね。つまり、スラムの外の人と連絡が取れるんだね。目的を見失いそうになってた。約束する。必ず外側に後方を見つけるよ。ありがとう。君も脱出できるかもしれない。さあ、このボロッチトランシーバーを直そう。よかった。ちょっとポンチョの行き先わかんないけど。動いた。一緒に来て。よかったよかった。よう直したね。なんだ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 。あそこだよ。他よりずっと高いあのビルが見える。あのタワーのてっぺんにトランシーバーを設置すれば、町全体と通信ができるようになる。仲間はまだそこにいるかもしれない。脱出方法があるなら仲間が知ってるはずだ。君は小さくてすばしっこいから、ザークを避けられるね。君の力が必要なんだ、小さいアウトサイダーさん。僕らを空へ連れてってよ。オッケー、やっと済んだな。ちょっとポンチョとかのね、使いどころ気になるけど、トランシーバーをね、頑張ってやっていきましょうか。したら